部活お疲れ様でした。改めましてどうも、あいちです。今回は3年生の皆さんがね、部活を引退する時期になる方も多いかと思いますので、部活引退したらどうする？そう、受験勉強がね、本格的なのが始まっていくわけです。で、ここのスイッチの切り替えって実はめちゃくちゃ難しいんですよ。自分もたくさん生徒見てきましたけど、うまくいかない方すごく多いんですよね。なので今回はこのね、部活引退した後、まあ、時間もできてきたこの時期にうまくこうやらなきゃいけないことに切り替えていくポイントを伝えていこうと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。いや、俺部活が終わって時間ができたら、そのスイッチ切り替えてめちゃめちゃ頑張れるんで、まあ、今はいいかななんて思ってるそこのあなた、これもしかしたら大きな落とし穴にはまるかもしれません。少し厳しいことを言います。学生の方だけじゃなくて、これ社会人の方も同じだと思ってるんですけど、まあ、忙しい方いますよね。こう部活が忙しいとか、仕事が忙しいとか。で、確かに忙しくて、好きにね、自由にできる時間は少ないんです。少ないけど、ゼロじゃないと思うんです。で、その少ない時間をどうやりくりするか。つまり、少ない時間、手持ちは少ないんだけど、その中でどうやって工夫をしてやっていくかっていう、工夫をしてきた方っていうのは、いざ時間ができた時に、そのできた時間を有効に使うことができます。でも、今までその工夫をしてこなかった方は、いざ時間ができてもうまく使えません。ダラダラしちゃったりとか、あ、なんかもう一日終わった、一週間終わったみたいなことが起こるんです。だから今まだ部活を引退されてない方、続けてて忙しい方なんかは、ぜひ今少ない時間ね、忙しくて大変なのは分かってるんだけど、その少ない手持ちの時間の中でどうやって工夫したら有意義に時間を使うことができるかなっていうのを、うまくまだね、成功しなくてもいいから、その工夫をしていってください。その工夫をしていった連続で、絶対に自由になった時、いっぱい時間ができた時にうまく使えるようになるから、これはぜひ覚えておいてもらえたらと思います。では話を戻してポイントを伝えていこうと思うんですが、今回のポイントは3つありまして、まず少ない手持ち、早く、そして最後が8対2です。まずは少ない手持ちから。部活を引退すると大きく2つのものをゲットします。1つは時間、そしてもう1つはエネルギーです。ただこの2つがですね、精神的余裕になるのはいいんですよ。こういっぱいいっぱいになってたのが余裕ができて、うまくね、こう動けるようになるだったらいいんですけど、いらない油断になっていくんですよね。なんか大丈夫な気がするみたいなね。そうするとですね、まあだらける、うまくいかない、後回しにする、へこむみたいなね、悪循環に陥ってしまいます。みんなの家から学校までの距離によってね、ちょっとばらつきはあると思うんですが、部活引退するとさ、平日でも多分 1,2 時間プラスで自由な時間増えますよね。だから多分今まで1時間だった方は、やべえ、3時間も自由にできる、勉強いっぱいできるなんて思うかもしれないんですけど、ストップです。皆さん、その手持ちはないです。今までと同じく1時間しか手持ちがないと思って、まずは勉強計画を立ててください。もちろん現時点でたくさんの時間をうまく使えている方はね、これは参考にしなくていいんですけど、やっぱり時間がたくさんあるっていうのは、どうしても人間は後回し癖が出てしまうんです。後でいいや、だって時間があるんだしって思っちゃうの。でもそれをやっちゃうと、どんどん計画は後回しになるし、この1日の中でも後回しだったものが、翌日、来週、来月みたいな、そしたらもう受験日来ちゃうよすぐに。でそうなっちゃうので、ひとまず今自分がたくさん時間があるんじゃなくて、もう1時間しかないんじゃんって、そう思って勉強計画を立てる、やるべきことを決める。そうするとまずだらけにくくなってきますので、自分の持ってる手持ちはまだ少ないんだと意識して、まあ、思い込むのは難しいんですけども、意識して勉強計画を立てるようにしてみてください。次は早く。これもさっきのポイントの続きにはなってしまうんですが、例えば1日でやるべきことを決めましたよね。今日はワークをこれやろう、英単語やろうとか決めるじゃないですか。その決めたものを1日の中でとにかく早い時間に終わらせるって意識を持ってください。例えば学校がある日だったら、もうできる限り帰宅してすぐにもう終わらすの。目標を達成しちゃう。祝日は、休日ね、土日とかだったら、まあ今までさ、部活があった時間も家にいられるわけ、ずっと。それもできる限り早め。まあ、無理して早起きしろとは言わないけども、早い時間、午前中とかの早めで終わらせてしまう。
夜にやるとか設定しない、早めで終わらせる、この意識をまず持っていきましょう。これは朝勉強がいいとか夜勉強がいい、そういう話ではなくって、人っていうのはさっき言ったみたいに本当後回し癖、これが一番まずネックになります。ここをなんとかクリアしたい、そのためには1日でやるべきことを決めたら早めに終わったらさ、だってやるべきこと終わったんだぜ。じゃあ残りの時間別にダラダラしても自己嫌悪にはなりにくいし、これもっとプラスアルファでいいことがあって、早めに終わってさ、まだ午後あんのかって、もちろん遊んでも OK なんだけど、じゃあもうちょっとやってみようかなっていう余裕ができんの。つまり自分が決めた目標に対して 100% 以上のものが終わるんだよ。2倍の終わったら 200%、 300% でやるんだぜ。すごくねこれって。でこのすごくねが自信になっていく。自分が決めたことをやれるじゃんって、さっき言った後回ししちゃう、へこんじゃうっていうマイナスの負のスパイラルじゃなくて、あれ俺できんじゃねって、私頑張れてるじゃんっていうプラスのね、正の方のスパイラル、いい方にはまっていけるんだよね。だからまずはとにかく一日の中で決めたものを早めに終わらせるって意識を持ってやっていきましょう。そして最後は8対2。特に進学校に行ってる方とか、まあ高いね、ところを目指してる方なんかは、もうね、受験が引退したら勉強漬け、100% 受験勉強しろよって言われる方も多いと思うし、そうしなきゃいけないと思ってる方もいると思います。確かに、そうしなきゃいけない方もいるかもしれない。目指してるところが高かったりするとね。でも俺は思うの。この8対2っていうのは、勉強8、息抜き2ぐらいの比率で行こうって。10、頑張ることは多分最初できます。今部活引退して頑張んなきゃ頑張んなきゃって思ってるけど、多分いける。でもね、失速するんだわこれでいくと。だって何気にまだ何ヶ月ある、結構あんだぜ受験本番まで。受験は何度も言うけどマラソンです。息切れしちゃう、疲れちゃうんだって。だったらやっぱりうまくメリハリをつけれる方がすごく大事。やるべき時はやる、息抜きする時は息抜きするって。もちろんこれは飴と鞭の順番は、鞭を打ってから飴をもらった方がいいです。つまりこんだけだらけたんだから勉強頑張ろうっていう、これまでできる人もいるんだけど、これよりはやるべきことやった、こんだけ頑張ったんだから飴もらおう、息抜きしようっていう順番がいいと思うんですけど、とにかくみんなはメリハリをつけることを意識してほしいんです。とは言ってもさ、こんなに偉そうなこと喋ってるけど難しい、ね、できてるかって言ったら毎日できてるわけじゃないもん。俺も38だぜ、みんなの2倍以上の年齢言ってんだぜ。言ってるけどやっぱりうまくいかない方もでたくさんある。でもやっぱね、仕事においてもやっぱりメリハリが大事なのよ。ずっと仕事ずっと仕事ってよりも、やるべきことことやったから息抜きをする、息抜きをしたからさらにパフォーマンスが上がるんだよ次の。みんなの勉強もそうだと思ってる。頑張った対価として息抜き、まあね、遊び行っても買い物行っても映画見に行ってもゲームしてもいいと思うのよ。でその息抜きでリフレッシュしたから次も頑張るの。息抜きっていうのは次に頑張るための息抜きだからね、そこは忘れちゃいけない。でそのバランスをうまく取れるようになっていくと、最後のマラソンまで走り抜けるし、今まだね、受験が近くないから軽いプレッシャーかもしんない。夏休み終わってみ、冬休み入ってみ、どん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 辛くなってくるよ。その辛くなって自信がなく、大丈夫かな、怖いなって思った時に助けてくれるのは、それまで頑張ってきたみんな自身だから。みんな自身が頑張ってきたその事実がみんなを助けてくれるから。だからぜひね、このメリハリっていう部分、8対2、これ、ね、8対2はそうじゃなきゃいけないと思ってないの。これはなんとなくこの数字にしちゃってるんだけど、メリハリも大事、息抜きも大事、メリハリが大事なんだっていうことはぜひ頭に置いて頑張っていってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今週も暑苦しくてすみません、本当に見てくれてありがとうございます。で最後にね、みんなに伝えたいことが一つあって、受験生において一番大事なことって皆さん何だと思いますか？もちろんこれが絶対正解だよっていうことはないんですけど、私が思ってるのはやっぱ体調管理だと思ってます。えって思う方もいるかもしれません。でもね、自分自身が大学受験の時、国立の前期ね、本命校の前期で体調崩して全くもって力を発揮できなかったことがあるんです。でこれが本当に情けなかった。もう悔しさが出てこないの。情けなすぎて自分がね。だって1年間さ、偏差値20足らない大学目指してさ、もう勉強してきたんだよ。その結果がこれかいって。でみんなにはそんな思いはしてほしくないし、当然ねしてほしくないし、やっぱり健康があって、それはメンタルもそうだよ、心身ともに両方だよ、両方の健康状態があって頑張れるもの、踏ん張れるものだと思うんです。どうしてもこう切羽詰まってくるとね、やんなきゃやんなきゃやんなきゃと思って睡眠時間削ったり、ご飯を食べなくなってしまったりってことが起こります。でもやっぱりね、睡眠時間とやっぱりご飯を食べるっていうのはちゃんと取ってほしい。
ちゃんと寝て、ちゃんと食べて、それはもう固定した上で、その残った時間をどう頑張るかって考えていってください。まだね、これこの時期まだ6月とかだから、そんなこと言うないよって思うかもしれないんですが、きっとこれを見てくれてる方の何パーセントかの方は、夏終わっても冬前ぐらいかな、こういうところに陥る可能性があります。で、一回落ちると自分で気づけなくなります。落ちてることにさえ、それが正義だと思っちゃうから、そこまで頑張ることがね。でもそうするとどこかで反動が体に来てしまう。で、自分みたいな後悔を、自分もそういうねことをやっちゃってたんで、後悔をする日が来ちゃう可能性があるので、ぜひちゃんと食べる、ちゃんと寝る、体調管理がまず一番大事、そこがあってこその頑張ることなんだっていうのを覚えておいてもらえたらと思います。はい、ということで今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。梅雨だけど頑張ろう。部活お疲れ様でした。部活お疲れ。部活お疲れ様でした。部活お疲れ様でした。これがいいか分からない、どれが正解か分からない。よし。